平成29年4月8日日南市の油津商店街に日南市子育て支援センターことことがオープンしました。ことことは子どもと木のおもちゃが触れ合う優しい響きから名付けられました。センターに入ると木の香りでいっぱい。日本一の木育センターと言われている施設内は帯杉をふんだんに使ったゆったりとした空間になっていて、100個以上の木のおもちゃが置かれています。日南市特産の金柑や魚をイメージした木のおもちゃもあり、子どもたちの目はキラキラ。杉玉プールにはなんと1万個の丸い帯杉。赤ちゃんがのびのびと遊ぶことのできる赤ちゃん広場は0歳から2歳の赤ちゃんのいる家族専用のスペースです。ここにある杉こだまはワークショップに参加した方々の手作り。手作りなので全て形が違い、愛情が込められています。やっとオープンしたかっていう感じはしますね。なかなか出来上がるまでに時間がかかったので、でも時間かかったのにすごい素晴らしい施設にはなったと思います。広さもですけど、これだけ寸断に木を使って、おすぎを使ってやっている。それでおもちゃがこれだけ充実しててっていうのは、もう木育施設としては日本一だというふうに言われています。また、遊び場の提供だけでなく、保育士や保健師によるベビーマッサージや読み聞かせ、お誕生日会など親子を対象にした講座やイベントも開かれています。温かみがあって、すごく子どもたちも喜んで遊んでいます。雨の日でも子どもがいっぱい遊べる。先生もたくさんいて、保育園に行ってなくてあまり人と関わりがないんですけど、ここに来ればいろんな人が遊んでくれるので楽しんでます。オープンして約1ヶ月、来場者数は当初1日平均60人から70人を見込んでいましたが、なんと予想を上回る1日平均168人と大人気。人、親子のぬくもり、そして笑顔がいっぱいのことこと。あったかくて優しいことことへ、レッツゴー。日南市役所スキー部。